コランダ TV。 I am コランダオールドジェネレーションどうもわかる。 I am コランダオールドジェネレーションどうもコランダ TV のモドリゲスです。ポチモです。 TKB です。ウィーイということで、はい、今日やる企画は、はい、皆さんご存知の通りポケットモンスター最新作が発表されました。はい、ソード&シールド。はい、ソード&シールド。僕らコランダ TV6 人共通してみんなやってたゲームがポケモンだったので、はい、そんなポケモンの5作機が発表されました。草タイプのサルノリ、炎タイプのヒバリ、水タイプのなんだっけ4文字だっけ永田さんのあれメソメソメソあーメメソップメメメンソンメッソンメッソンメッソン。その3体の御三家の進化を今日は予想していきたいと思います、はい、どんなタイプになるのか、どんな見た目になるのか、どんな特性になるのか、まあ、そんなことをね、予想してイラストに描いていきたいと思います、はい、まあ、事前に今、永田リーダーからはイラストが送られてきているので、それはまあ後ほど皆さんにお見せしたいと思います、はい、それでは、レッツコランダー。はい、ということで、今もう何時間も描きましたねということで、はい、まあ、描いたんで、はい、発表していきたいと思います。はい、まず戻りゲスの火、はい、炎ね、炎、火ですね。では描きました。まず2段階目の進化が火花、タイプ炎で特性がモーカですね。で、隠れ特性で炎の体を持ちます。で、最終進化、これはね、まず最終進化ですね、はい、一応最終進化のハナビス、キバナから最後ハナビになるんですけど、でハナビスのビスはちょっとあのアヌビスをちょっと混ぜてハナビスって名前にしました。ハピナスの関係はハピナスの関係はノーノーコメントで最初進化はウサギなんですけど、こいつは頭が頭部がハリネズミっぽい頭部をしてて、え、そうなの。ああ、この部分ハリネズミ。あ、鼻ね。鼻部分をハリネズミで、あの耳、この耳はあのちょっと絵では表現しきれてないんですけど、これ実は炎がビャーって出てる。で、あの体はあの振り袖。ああ、マホクシー系。そう、まあそんな感じですね。振り袖っぽい感じの体ですね。で、タイプはフェアリータイプが追加されます。ああ、特性が猛火と隠れ特性が炎の体で、固有技で妖艶の舞という技を覚えます。で、これは虫技である蝶舞の、まあ、炎タイプ版ということで、能力は蝶舞と一緒で特攻と素早さと特防が1段階ずつ上がります。なるほど。じゃあ僕のは、まあ、これなんですけど、名前はバニフォットです。名前かっこいいですね。バーニングラビット、うん、1個目がヒバニーで、2個目が、まあ、モエピョンというハートモチーフにした人。2個目のポケモンってなんかおかしくなるじゃないですか。でもこれがおかしくなって、まあ、最後かっこよくなる感じ。まあ、タイプはモドリスと違って炎と飛行なんです、ね、おー、楽しい。羽はないけど飛行なんですね。でも全然ありやと思いますよ。ウサギってジャンプしますし、そうそう、数え方もわって数えるので、まあ、モチーフはウサギのままなんですけど、耳が大きくて耳のこう先端に火がついとって、あの細い足、ヒバニーの。なのでまあランナー意識して、まあ、地面も空も行ける両方下でも速いし、走ることも飛ぶこともできるけど、とりあえず運動神経抜群のウサギです。で、ちょっとまあヒバニーのこの絆創膏がどうなるかっていうので、モドリゲスはハチマキみたいな、バッテンでこっからハチマキみたいにこうやって巻かれてる感じですよ、まあ、僕のはこのバッテンですね。で、足の湿布は足の湿布はまあ足の湿布は僕もどっか行っちゃいますね。足の裏でバッテンやってます。で、こういう技はエアーバーニングで70ダメージの炎と飛行技の合体技なんで、草タイプには4倍って感じです。特性はファイヤーランニングで炎が無効化され、素早さが1段階、もらい火の素早さバージョン、そうですね、そんな感じです。私の炎タイプはヒバの海。タイプがまず炎と格闘タイプで、まあ、ヒバの海っていうのが、まあ、分かる方も分かると思うんですけど、まあ、相撲取り、それをまあ意識して、まあ、先ほどのヒバニーの絆創膏、あれがまあ自分は相撲取りの重要なね、あの回しあそこに全て集約しました。あそこに、まあ、夢特性が押し相撲で、まあ、突っ張りだとかああいう打突技の物理系の
特に打突技が、まあ、1.3 倍に上がって、固有技っていうのが突っ張り相撲、まあ、これが確定で5回出せる技で、まあこれで打ち終わった後に、まあ、やる気が上がるっていう意味で攻撃が1段階上がる。めちゃくちゃ強くない？全部確定で当たるやろ。ダメージ何なんだろう。ダメージが10。あ、まあどっちを取るかっていう感じですけど、5倍当たったら50ダメージ。50ダメージでそこから1段階上がるんで、まあ、2回目からは使えるけど1回目として使うのはどうかなみたいなね。なるほど。やつですね。グローパンチみたいな使い方。そう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 、まあ、そんな感じですね。清き一票、ヒバの意味以上です。そうですね。